ホセレオナルド・ジョア・フェルナンデスは、アルゼンチン・リオネグロ州出身のサッカー選手、ラージョ・バジカーの所属、ポジションはフォワード。185センチメートルの長身を生かした、空中戦や、シュートパターンの豊富さが持ち味である。2002年に、プリメーラ・ビー・ナシオナルの CAI からデビューした。2005年にプリメーラ・ディビシオンの CA3、ロレンソであるマグロに移籍し、 クラウスーラ2007でリーグ優勝を果たした。アルセナル FC とクラブオリンポを経て、2008年夏に、スペインセグンダディビシオンの CD、カステリオンに移籍した。CD カステリオンでは、CAI 時代のチームメイトであるホセカルロス・タバレスと、再会し、2008から09シーズンには、チーム内得点王、リーグ6位となる16得点を挙げた。2009から10シーズンにも、 同じくらいの得点を決めたが、クラブは最下位で、西軍ダディビシオン B 降格が決定した。2010年6月下旬、プリメーラディビシオンの UDR メリアと5年契約を結んだ。移籍金は100万ユーロ。9月13日、レアルソシエダ戦では、ロスタイムに単独突破から同点弾を決め、2から2の引き分けに持ち込んだ。10月には、コパデルレイラウンド32で、 再びレアルソシエダと対戦し、残り20分で2得点して、逆転勝利に貢献した。12月22日、同大会の RCD マヨルカ戦ファーストレグでは3得点、1アシストの活躍を見せた。2011年1月16日のレアルマドリード戦では引き分けに持ち込む得点を決め、翌節の CA オサスナ戦では2得点を決めて、ホーム初勝利に貢献した。しかし、 2月以降は無得点に終わり、初のプリメーラディビシオン挑戦となった2010から11、シーズンは7得点でシーズンを終えた。クラブは最下位で、西軍ダディビシオン降格となり、2011年夏には移籍が噂されたが残留した。2011から12シーズンは得点ランキング首位を独走し、最終的に28得点を挙げて、得点王に輝いたが、 クラブはシーズン中の監督交代やフロントの混乱などもあり、昇格プレイオフ出場権獲得を逃した。2013年1月13日、ブライトンホーブアルビオン FC に移籍した。2014年7月22日、レスターシテ FC に移籍した。2015から16シーズンは途中出場を中心に29試合に出場し、6得点を挙げ、 クラブのプレミアリーグ初制覇に貢献した。しかし、2016から17シーズンは、イスラムスリマニラの加入により、出番を失った。2017年1月に、アラベスからのオファーをクラブが拒否し、それに対して、ウジョアの代理人が、クラウディオラニエリ監督とクラブを批判し、その後、ウジョア本人も指揮官とクラブの対応を批判した。2017年8月24日、 クラブとの契約を2019年6月まで延長した。2018年1月29日、ブライトンにシーズン終了までレンタル移籍した。2018年8月11日、パチューカに移籍した。2019年8月31日、ラージョ・バジェカーノと契約した。サンドレンソ・アルセナル・サラン・ディ・レスターシティ。ありがとうございます。